安倍首相の後継を決める自民党総裁選で麻生派が菅官房長官を支持する方針を固めたことが分かりました。菅氏をめぐってはすでに二階派が支持する方針を打ち出していますが、これに加えて党内第二派閥の麻生派も菅氏を支持する方針を固めました。菅氏は午後に細田派の細田元幹事長、参議院竹下派に影響力を持つ青木元参院会長と会談したほか、夕方には自民党の若手議員が菅氏に直接出馬を求める予定です。一方、以前から出馬に意欲を見せていた麻生派の河野防衛相は、菅氏への支持が広がる情勢などを受けて自らの出馬を見送る意向を固めました。